にもないような沖でボートで。そうそうそう。なんでこれ漁師さんこれ、うん、こんなオオサンショウウオで釣れるんだろうとか言って。いやあれはねボイルしてたんですよ。ボイルしてたとこに、はい、投げたら。でもあれ1日やって、はい、あれ1匹だけ。あと0倍でやったな。ということで今回ですね、はい、ちょっと加盟かなんか言っていただけると。春さん、はい、春さんがなんと10年前からまだ俺があの金がなくて泣きながらルアーやってた頃から視聴者さんだったって。なんとすごいね。どうですか。ちょっといやもう感動的な再会ですね。ああもう見た瞬間なんで分かっ声で分かりましたよ。声で。あ声で声で分かりました。あの変なチンチクリのおじさんは春さんもでもおいくつですか。僕は41です。あ、まあ、まあまあ僕49なんで、まあでも同じぐらい。今年近い感じがしたね。もう49になったんで、はい、いやあれから10年です。春さん再会のありがとうございます。見ていただいてライブとかはあの電話対談とかはしたことはない。そこまではしてないですけど、もうしょっちゅう見てましたね。あ、はい、最近の僕ちょっとダメなとこをちょっと視聴者さんから見て嘘をちょっと言い続けたんですね。あのう、いやうつ病なんだから心の病気だからしょうがないな。いや別によ、はい、そんなに何も思わないですね。いやだから1年ぐらい前に、はい、もうバッスリやってるやつはバカだって、俺は引退するってちょっと心のがちょっと病んでて、はい、やめちゃったんですね、はい、で今だんだんちょっとメンタル戻ってきて、あ何を言ってたんだってことで今最近復活したんです。あ本当ですか。はい、いや俺もあそこに浮き足沈んでたんで、はい、いやまた今日いるのかなと思って。どこにあそこに浮き足沈んでたんで、ええ、前なんか浮きで釣りしてた時あったじゃないですか。そうです。いや、ま、いるのかなと思って、ええ、いや今日再会できて珍しい生き物見ましたねでも激レアっすよね。この人は知ってます。キルシタンス。あ知ってますか。お昼です。あ知ってます。あ映画ブラックバスも見たことあるんですか。あある。いやもうね声もうちょっと声かけづらかったんですけども、声聞くだけでも笑いが出ます。ハハハハ。こんな声出していいのかなみたいな。あ僕らの声聞こえてました。余裕で聞こえますね。あ響いちゃってんの静かだから。静かに。いやだからこうちゃんが多分なんか知ってる、ジロジロ見てたっつったから、はい、ああじゃあ知ってくれてる人なのかなって。でもさん見た時にあーと思って。もう一発ですかこれ。あ、わかる見た目で。そしたらサングラスしたらな、声かけられたことないんだけど。こうちゃんも知ってますか。こうちゃんは知らないです。あ、知らないですか。最近の。そうそう最近何回か出ていただいた。いやでも俺の話をしてくれてたんですか。そうですね。なんどういう評判なんですかね。視聴者さんからちょっと僕も反省したいんで。いやなんか今度シーバスボードシーバス行こうぜって話で、で俺あんま知らないんで、ハマオってなんだって、ハマオってって言って、ただハマオってさっき言ってたじゃないですか、はいはい、もうやっぱ確信つけて、ハマオってなんなんだろうとこれルアーじゃん、ルアーなのかみたいな話になって、あちゃんとあったルアーなんですね。そうそうそう。びっくりしました。あの海釣りで使うやつなんですよ。いやーだけどこれやっぱり YouTube 持つべきものは視聴者さんよ。そうやね。うん。だいぶ視聴者離れが進んでるってさっき話してたけど、いややっぱ嘘つき暴言二枚舌が結構どうだったんですか。初めて見た印象、変なおじさんがいるなと思ってたまに見てくれたみたいな。見かけも声もすごいインパクトあるんで、はい、でも今日初めて見る、ね、ですよね。そうですね。バス釣りよく来ます。ちょっと見せてもらっていいですか。あ沈み虫、沈み虫ちょっと見ていいですか。触っていいですか。大丈夫です。大丈夫です。シズミムシに、あれこれなんだこれ、モアザン？いやカルディア。カルディア。でロッドが？ハートランド。神様のハートランド。これはシズミムシいいですか？シズミムシ釣れますよ。あ、はい、ゴさんでも。はい、とりあえず引いてる。どうやって攻めるんですか、ハルさんは？とりあえずブレイク沿いで、うん、とりあえず永遠と引いてくるだけです、ね。ゆっくり。もうゼロ引くだけです。でガーンって。コンって当たりですね。もう応援も誤算も。それでいいんじゃん。わけのわからんと。いやこれ。出してきた方がいいよ。いやいいと思うけど。なんていう名前かもしらんで、ね、これ。いやいいけど、その原さん的にじゃあ今日の攻略法教えてください。今日は、はい、シャッドか沈み虫が釣るビッグスね。シャッドか沈み虫使えば原さん的には9割方出る。でもシャッド18番じゃないですか。僕シャッドしか投げない。だって山線香で13回連続坊主超えたんですよ。でも山線香釣れへんのよ3インチの。俺数えとって今日で13回目で坊主やったよ。もう釣れないんですよ山線香。もう釣れなくはないけど釣れづらい。でシャッドに変えたらめちゃめちゃ超過
ちょこちょこちょっとしか使わない。釣れ釣れるから。一ついいですか。はい。もうあの声も姿もインパクトなんですけど、もう投げ方もすごい外から見たらすごいインパクトありますよ。どんな感じ？豪快投げでなかなかいないです。どんな感じ？最近投げ方よく言われるからね。もうなんかもうちょっとスマートに投げる人多いと思うんですけど、スビニング。投げ釣りのような。そう、もう投げ釣りのぶっこみたいな投げ方してるんで、もうなかなかいない。この間ね、ボートシーバス行ったんですよ。はい、ボートシーバス行くからブリ。ここ浜尾で持ってかれて死ぬかと思った。あ、頭に刺さったな。死ぬかと思った。本当に頭がガクーンってなって重いと思って持ってかれて死ぬかと思った。いやだって今さっきもだって全てのそう全ての木を投げ払いに切れちゃった。そうか、春さん、じゃあねえ、その初めて、あの他にもいろんな YouTuber 見るんですか？あ、結構見ますけど。誰見ます？あの3回ずつ前に毛ガニおじさん見て、うんうん、初めて見て、もう握手してもらいました。あ、ここで？いや、あの、応援です。あ、応援で。はい。